はい、よしです。ロードトリップ2つ目の都市はメンフィス。メンフィスはテネシー州南西部のミシシッピー川沿いの都市で、ブルース、ソウル、ロックンロールの聖地と言われています。地図で言うとテネシー州のこの辺り。着いてすぐダウンタウンで有名なビールストリートへ繰り出してみました。平日だからか時間が早いからか思っている人は多くない感じ。晩ご飯を兼ねて BB キングブルースクラブへ入ります。ここはキングオブブルースと呼ばれる BB キングが1991年に開いたお店です。アメリカ全土に数店舗ありますが、ここがオリジナルです。入店時にライブ料金ということで10ドル支払って、テーブル席またはカウンターバーの席で料理やカクテル、ライブが楽しめます。私たちは2階のテーブル席。シグネチャードリンク、お店オリジナルカクテルがたくさんあります。私が頼んだのはメンフィスマルガリータ。ディナーは私がリブで相方はプルドポーク。両方ともアメリカ南部に多いバーベキュー味でとっても柔らかくて美味しい。How's taste? Good?次はサンスタジオ。ここはエルヴィス・プレスリーや BB キング、ジョニー・キャッシュがレコーディングしたことで有名なスタジオ。今では有名な観光地となっています。 Hi, hello. Hey, how are you? I'm good, how are you? 思っていたよりもこじんまりとした建物で、ダウンタウンからもそんなに離れていません。小さいですが無料の駐車場がスタジオの裏手にあります。早速45分ほどのガイド付きスタジオ見学に参加しました。大人1人15ドル、予約なしで行きましたが、5分後に始まるチケットを無事ゲット。入り口のすぐそばにはちょっとしたカフェとオリジナルグッズが販売されていました。ツアーの内容は、貴重な当時の資料が並ぶ2階とエルヴィス・プレスリーやジョニー・キャッシュなどのミュージシャンがレコーディングした1階のスタジオ見学です。スタジオ内は写真撮影は OK でしたが、ビデオは NG ということで、スタジオ内の様子は写真のみでご紹介します。ちなみにメンフィスにはエルヴィス・プレスリーの家があり、そこを訪れた様子は次の動画でご紹介しますね。全く無名のエルヴィス・プレスリーのデビュー曲 That's Alright を録音し、この曲を WHBQ の人気 DJ デューイ・フリップスがオンエアしてローカルヒットとなり、エルヴィス・プレスリーがキング・オブ・ロックンロールとなりました。当時録音した音源も聞かせてくれます。1
階のレコーディングスタジオは当時のままの天井や壁になっていて、レコーディングにまつわる話をガイドさんがしてくれます。エルビス・プレスリーがレコーディングの際に立っていた場所も教えてくれて、当時の様子が目に浮かびます。最後にエルビス・プレスリーが使ったというマイクを使って写真を撮ることができます。次はロック&ソウルミュージアム。ここもメンフィスの主要観光地の一つとしてあったので、漏れなく行ってみることに。立地はダウンタウンのビールストリートのすぐ近くに位置していて、行きやすいですが、駐車場はないので近くのコインメーターを利用して車を止めました。ここも写真撮影は OK でしたが、ビデオはダメでしたので、雰囲気だけ写真で紹介。展示の説明は入り口で貸し出されるヘッドフォンガイドに合わせて見ていく感じです。解説はもちろん英語。解説と一緒に音楽も流れてくるので楽しい感じですが、ロックやソウルに疎いのとサンスタジオの後に行ったので、私個人の意見ですが、まあまあかなといった感じです。次は特に予定はしていなかったのですが、ダウンタウンを車で走っていて、相方が思い出したように立ち寄ったマーティン・ルーカー・キング・ジュニアが暗殺されたホテルが今でもあるということで行ってみました。マーティン・ルーサー・キング・ジュニアは1963年8月28日に行われたワシントン大行進でリンカーン記念堂の前で I have a dream で有名な演説をし、人種差別の撤廃と各人種の共和を訴えた牧師です。1964年にはノーベル平和賞を受賞。1968年にここメンフィスのロレインモーテルの306号室の前のバルコニーで道路を挟んだ向かいのガラス張りになっているところから撃たれ、39歳の若さで帰らぬ人となりました。現在暗殺されたホテルに併設してナショナルシビルライツミュージアムがあり、黒人が多く訪れていました。残念ながら私たちが行った火曜日は休館日でした。私が彼について調べていると、ちょっと気になる記事があったので紹介しておきますね。2017年、機密文書の解除から、彼は CIA に監視され、FBI からも脅迫を受けていたことが分かっています。ちなみにアメリカでは、彼の誕生日1月15日に近い1月の第3月曜日は祝日になっています。さ、最後はメンフィスに入るときに見かけた大きなピラミッド、私の大好きな大型アウトドアショップ、バスプロショップへ行きます。メンフィスの地名はエジプトのメンフィスからついた名前で、その象徴的な建物としてピラミッドが1991年に建設されました。高さ98メートル、底辺は180メートルもあるそうです。初めは観光スポットとして建設されましたが、いろいろな事情を経て大手アウトドアショップのバスプロショップがリースすることになったようです。このピラミッドにバスプロショップをオープンしたのには面白いエピソードがあるんです。バスプロショップ創業者のジョニー・モリスが2005年に友人たちとミシシッピ川に釣りに行った時のこと。目の前にあるこのピラミッドを見て、このうち誰かが30パウンド、約13キロのナマズが釣れたら、俺はあのピラミッドの中に店を作る、と宣言し、本当に友人の一人が巨大ナマズを釣ったので、10年後にピラミッドの中にお店を作ってしまったそうです。中はアミューズメントパークか水族館かと思うほどの内装。このピラミッドの2階3階はホテルにもなっています。キャンプ用品物色中。
このコットめちゃめちゃ寝心地良い。店内には大きな水槽やフロアにいくつも池があって、その池には本物の魚やワニまでいて水族館みたい。ピラミッド内部中央に展望台まで行くエレベーターがあります。エレベーターは28階に相当する高さで、料金は1人8ドル。展望台フロアにはレストラン&バーがあります。屋外展望台はダウンタウンとミシシッピ川を見渡せます。では外に出てみましょう。足元は半透明な強化ガラスでできていて、一部下が見えるようになっています。ミシシッピ川は茶色くてあまり綺麗じゃないけど、ダウンタウンも見えて良い眺め。私たちはここにいます。記念撮影した後、バーで地ビールを楽しみました。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画はメンフィスに来た一番の目的であるエルビス・プレスリーの家をご紹介したいと思います。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。では。